兄貴ちょっといいあいや別に大したことじゃないんだけどちょっとお願いがあってさごめんねこんな時間にあのさ兄貴って数学得意だよねあえっと実は隣のクラスの子から聞いたんだけど 明日月曜日じゃんでさあのもしかしたら明日うちのクラスで数学の抜き打ちテストがあるみたいでさあいや兄貴って理系得意じゃんだからさお願いだよあの今回の成績まずかったらさ内心にも結構響くしお願い兄貴教えて兄貴こういうの得意でしょ 明日はゼミがあるからってねお願いだからさそうだななんか兄貴の好きなものおごるからさねっう,うんありがとうあ、じゃあそしたらすぐ勉強道具持ってくるね <laughs> ここの方程式本当に分かんないんだよねもうんそう ここなんだけどさ数式が複雑すぎて全然覚えらんなくてえそうなのあ本当だこれよく見たら引っ掛け問題ってやつへえ結構そういう問題得意なんだふん兄貴にしてはやるじゃん。 いや教えてもらっててその言い方はないだろってまあ確かにそうなんだけどさただ私兄貴の前だとこう素直になれないからなかなかさこうやって教えてもらうこととかレアだしまあ兄貴にそもそも頼みに行くこと自体が珍しいんだけどねあもしかしてさ この問題ってえもしかしてこれで合ってるやったー兄貴のおかげだよーはあなんかちょっと安心したうんこれなら明日までにはぐっすり眠れそう兄貴ありがとう本当こういうのは得意だよねあのさ兄貴 あのそのお礼なんだけどさ行ってみたいお店とかあるえあそこのおしゃれなカフェあそこはレベル高いよーあいや別に変とかそういうのじゃなくてさなだってあそこおしゃれだしそれにあのカップルが行くような場所じゃんあ、いや 確かにあたしたち兄弟だけどでもそういうのさちょっと照れちゃうっていうかああもうなんていうかな兄貴の意地悪別に意地悪なこと言ってないかもしんないけど私から見たら十分意地悪だもんでさ今度の日曜日空いてるわかった じゃあその日開けておくからさうん朝9時には家出るからね遅刻したら置いてくからいいですそん時は一人でむなしくプリンでも何でも食べますもう兄貴のバーカもう私戻るからねあ兄貴 ありがとう勉強教えてくれてじゃじゃあ今度の日曜日楽しみにしてるからねすっぽかしたら許さないからじゃあね